なんかくしゃみ出そう。出なかった。毎日動画プラス。2020年5月の20日水曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の皆さんもおめでとうございます。皆さんは楽しみな予定って何かありますか？このようなご時世ですから、亡くなってしまった予定などもたくさんあるとは思います。確かにこう悲しくはあるんですけれども、私は楽しみなことがあると急にこうぐんぐんとやる気が湧いてくるので、ちょっとした楽しみを思い出すようにしています。皆さんもちょこっと幸せなこと思い浮かべてみませんか？それでは今日のプチ占い。今日はインターネットでウィンドウショッピングをしてみましょう。購入はしなくても目標が見つかったり、ご褒美になってやる気がアップするかもしれません。今日も健康に過ごせるように、手洗いとうがいをしっかりして、お家で過ごせる方は極力お家で過ごしていきましょう。本日のスケジュールはこちら。それでは今日も一緒に頑張るぞー。